ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は GPD ポケット2が正式に発表されましたので、そちらをご紹介したいと思います。そもそもこの GPD ポケットという製品はどういったものかというと、一言で言うとコンパクトなノート PC といったところです。ディスプレイサイズが7インチで、ノート PC のような物理式のキーボードもついているクラムシェル型のデバイスとなります。まずはじめにスペックを紹介すると次のようになります。参考までに昨年発売された初代 GPU ポケットのスペックも右側に記載しています。では今回発表された新型モデル GPD ポケット2ですが、 CPU はインテルの Core M3-7Y30、 RAM は 4GB または 8GB、 ROM は 128GB で、こちらは SSD ではなくて eMMC となっています。ディスプレイについては7インチで、解像度は 1920×1200 ロット、バッテリーは 6800mAh で、 OS は Windows 10 Home、 そして発売時期としては今年の10月を予定しています。スペック的には昨年の GPD ポケットからの大きな変更点としては、 CPU が Core M3 になって処理速度が向上しているところです。またインターフェースについても、初代 GPD ポケットは USB の Type-C が1つで、 USB 3.0 の A 端子も1つだったのに対して、 GPD ポケット2ではType-C については一つで変更ないんですが、 USB 3.0 の A 端子の方が2つに増えています。逆にマイクロ HDMI 端子がなくなってしまったんですが、使用頻度の高い USB A 端子が増えたことで使い勝手は上がっているのではないかと思います。 GPD のコンパクトなパソコンというと、この GPD ポケットの他に GPD Win といってゲームパッドが付いたモデルもあったんですが、ゲームをそこまでプレイしないというのであれば、シンプルなこの GPD ポケットの方が使いやすいと思いますので、コンパクトでそこそこ処理速度の高いパソコンを探している方にとっては、この GPD ポケット2はかなり選択肢になるのではないかと思います。ちなみに GPD ポケット2では、初代の GPD ポケットでとても不評だったキーボードの配列も改善されています。初代のモデルはエンターキーの上にデリートキーがある少し特殊なキー配列だったんですが、 GPD ポケット2ではバックスペースの上にデリートキーが来ています。ですので、割と今回のキーボードは使いやすくなっているのではないかと思います。実際のキーの打ち心地などは使ってみないと何とも言えないところではありますが、この辺のキー配列が見直されただけでも使う側からとってはありがたいポイントです。先ほどもご紹介した通り、発売は今年の10月で、国内での発売についてはそれよりも少し後になるかもしれませんが、昨年の GPD ポケットが国内で販売されていたことを考えると、この GPD ポケット2も期待していいと思います。またこの GPD ポケット2について何か新しい情報がありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。